はい、じゃあ今回は、はい、インスタの、質問で募らせていただいた車関係の質問について塚本さんに聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。大阪のイベントは何かありませんか？予定はしてたんですけど、やっぱりちょっと中止になってしまっているので今のところはないんですが、あのコロナ明けたら大阪とか関西にも行こうと思ってますので、よろしくお願いします。気づいたらいつ頃からどっぷりハマってましたか？車にはですね、カートを始めた時ですね、もうそこから車とかモータースポーツにハマりました。 AE86 と ISF、うん、はい、どっちわかりますか？今は AE86 かな。娘がシルビアか86か間違っているんですが、うん、シルビアは乗りやすいですか？シルビア乗りやすいです。私はシルビアの14が乗りやすくって、それで初心者の時からずっと14使ってます。 86BRZ レースに参戦しないのでしょうか？はい、乗せていただけるチームがいればいつでも。ドリフト始めたいのですが、はい、初心者におすすめの車はありますか？シルビアがおすすめですね。重くないし操りやすいんで。今後改造する車はありますか？86をちょっと触っていこうかなと思ってます。バイクで膝すりにチャレンジしませんか？ちょっとした憧れありますけどね、いつかはやってみたいんですけど、頑張ります。今後 S 帯ドライバーとしての活躍は期待できませんか？自分も S 帯はすごく乗りたいですし、乗せていただけるところがいればあのいつでも喜んで乗ります。正直男ばかりのレース界で、はい、めちゃくちゃモテると思うんですが、どうですか？全くモテないです。ライバルなんで、みんな多分眼中にないと思います。アメ車は好きですか？アメ車好きです。かっこいい。スイフトスポーツは乗ったことありますか？スイフトスポーツは、お仕事で、お客様の車を乗らせていただいたことはあります。楽しかったです。一番最初に乗った車は？カリーナですね、トヨタの。いつ頃から車に興味を持ち始めましたか？車に興味があったのはもう中学生の時から。車っていう、もう形とかもう自由度がこう効いていろんなとこ行けるっていうものとしては興味がありました、中学校の時から。車好きになったきっかけは何ですか？なんでしょうね、車のフォルムはすごい魅力を感じてて、モータースポーツとか走るタイムを出す車を操るっていうのはカートに乗って、そこから興味を持ち始めました。初めてのドライブデートで男性に運転しててほしい車は何ですか？車は何でもいいんですけど、運転が下手だと台無しかなと思うので、運転が上手だったらいいなと思います。車が好きだけどレース観戦はなんだかハードルが高いです。初心者女子におすすめのイベントはありますか？そうですね、でもドリフトイベントは目の前で全部このスタートからゴールまで完結するので、普通のレースに比べたらルールが分かんなくてもわーってすごそうだなっていうのは分かるし、もう目の前で全部完結するっていう意味でも楽しいのかなと思いますので、まあ、D1 だったりですとかフォーミュラ D だったりですとか、そういうドリフト競技は行くといいのかなと思います。ドリスキの D1 コラボはいつ頃からですか？それ私運営じゃないんで分かんないんですけど、はい、分かり次第多分運営の方から発表するんでシェアします。七海さんの好きな写真は何ですか？好きな車種でも取材で裏缶、ランボルギーニの裏缶を乗った時に、あ、この車楽しいなとは思ったので、なんか一度はそれでレースをしてみたいなと思います。ドリフトを始めたのはいつ頃からですか？いつ頃なんだろう、でも86レースと同時進行だったのでもう5年以上前ですね。普段乗りの車は何ですか？86と14です。今まで何台の車に乗ってきましたか？でも3台ぐらいですかね。一番好きな車は何ですか？今検討中です。まだないんです。まだ見つかってない。普通の走行会とか走る予定はありませんか？しょっちゅう普通の走行会も普通の走行枠も走ってますよ。
ODE86 ドリフトチャンピオンカップは参加されますか？昨年会場行ってました。すごい盛り上がってる大会ですし、 A86 っていう車にめちゃめちゃ興味があるので、出れたらなとは思ってます。チェイサー大好きな13歳です、はい、僕が免許取るまであと5年あります、うん、その頃までチェイサーを乗ってますか？その頃はチェイサーは走ってると思うけど、値段が上がってるかもしれないです。でもチェイサーは多分世の中から消えることはないと思います。関西イベント企画していただければ幸いです。来店、イベント、撮影会など、だから本当に呼んでいただけるとね、全然来ますし、自分で主催するってやったことがないので、いずれはやりたいなと思ってるんですけど、呼んでいただいた方が多分すぐに叶いやすいかなと思いますので、よろしくお願いします。一回隣に乗せてもらいたい。あれ、さっき言われたもう一人いたのね。はい、そういったイベントで横に乗せることはいつもやってるので、イベントで、タイミングが合えば横に乗ることができます。シルエイティは自分が乗りたくて乗ったマシンですか？そうですね、イニシャル D っていう漫画は私も単行本ですごく好きで見ていて、大好きな漫画なので、シルエイティ乗りたいなと思ってシルエイティ作りました。おすすめのチューニングショップありますか？おすすめのチューニングショップはたくさんあります。あとは本当に車種によってチューニングショップがこう得意なこうものってあるので、そこをですね、まあ、周りの方に聞きながら自分の車に合ったチューニングショップを自分の住んでいる地域で見つけた方がいいかなと思います。バイクツーリング企画予定は？バイクツーリング企画予定は、何月何日っていうのはないんですけど、やりたいとは思ってます。もうね、バイクソロデビューしたので、そろそろみんなと走ってもついていけるかなっていう感じなんで、待っててください。 D1 ライツを始めたきっかけ教えてください。 D1 ライツでライセンスを取ると D1GP に出ることができるので、その D1GP に出るのが目標なのでライツに出ました。群馬はよく来られるんですか？群馬は小倉クラッチさんがスポンサーでお世話になってますし、渋川の観光大使やらせていただいたりですとか、そういった関係でよく行きますね。サモトさんなら GR ヤリス買いますか？あ、お金があったら買いたいです。興味あります。今一番欲しい車のパーツは何ですか？パーツですか？足回りは欲しいですね。あ、エンジンが欲しい3.4 リッターのエンジンが欲しい。 2J。ぜひ一緒に走ってみたいです。ね、そういうイベントもやりたいと思ってますので、よろしくお願いします。最後に一言お願いします。はい、今回は皆さんから、質問をいただいて答えていきました。この企画が面白かったらまたやりたいと思ってますので、皆さん高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。